どうもレトロ池田でございます。川瀬です。今日はですねサンパナがですねいろいろプロジェクトやってるんですけど、今日はオートモーティブプロジェクトのですねメンバーの川瀬さんに来ていただきました。今日はどういった話なんですか？今日はですね、はい、まあ、我々次世代オートモーティブプロジェクトっていうのを始めたんですけど、はいはいはい、ちょっとこれの説明させてもらってどうぞどうぞお願いします。去年の7月からですね、はい、立ち上がったプロジェクトで、まあ、直下社いくつかプロジェクトが、ね、あるんですけども、はいはい、今車っていうのは100年に一度の大変革期を迎えたって言われてるんですよ。100年、はい、なるほどなるほど。EV 化、そうですね、電気化です ね、電動化ですね、はい、あるいは、自動運転化、あ、はい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 、聞かれたと思うんですけども、まあ、そういったことが起こることによって社会構造が変わっていくんじゃないかと。なるほど。そういうところに我々も、新たなですねビジネスチャンスがあるんじゃないかということで、はい、立ち上がったプロジェクトになります。なるほどですね、はい、あの電気自動車、まあ、いろいろあるんですけども、うん、そのあたりは、どういったものを取り組みされてるんですか？まあ、あの乗用車とかトラックとかいろいろあるんですけども、うん、はいはい、まあ、まず我々親和性が高いですね、あの、まあ、企業さんで使っていただくような商用車ですね。あ、そうですね。それを今リサーチしているところです、はい。ちなみにその実物ってなんか見れるもんあるんですか？なかなかねないんですよ。東京に行かないと見れないとか。あ、そうですね。そうするともう我々のメンバー数人いるんですけども1人2人しか行けないとかです。あ、なるほどなるほど。ちょっとなかなか全員見れないというケースもあります。あ、じゃあ見れないんですか？ところがですね待ってましたよ。はい、待ってました、はい、実は、はい、その中でですね、うん、軽の商用 EV を出されている ASF さんというですね、はい、高崎に工場がある、メーカーさんがですね、はい、わざわざここ、島根県松江にですね、はい、お車を持ってきていただいて我々、はい、に乗ってみませんかということで、それはありがたい、来ていただきありがたい、ありがたい、もう本当サンキューでございます。なるほど。ということは、はい、その車をまあ見れれると。はい、そうなんです。今回本邦初公開というか、実はね、はい、そうなんですよ、うん、あの、まあ、もちろんですねこの車 ある大手のですね物流会社さんに、うん、もう何千台っていうことで内定してたりですね、うん、大手の薬局さんとかな、うん、そういうお店さんがですね、はい、上場企業さんが採用してたりとかあるんですけれども、うん、実はそこの ASF さん自体が動画とかですね全然流されてないんです。そうなんですか。でそれを我々今回YouTube で流してもいいと我々のチャンネルでいいんですかね、本当にいいんですかって念をしましたけども社内で OK が取れたそうです。 ありがとうございます。じゃあ早速ですねその映像をご覧になっていただきたいと思ってよろしくお願いします、はい、じゃあこちらをどうぞ。どうぞ。まあ、ASF 株式会社の大島と申します。そうです、あの軽の商用車の EV になります、はい、で 30kW を搭載してまして、航続距離も実測で 200km を超える数値を出しています。そうです、荷室がなるべくフラットになっていて荷物を積みやすくなっています。まあ、安全機能も標準で搭載していますので安全に快適に乗れるようになっています。一応もう発売は始まっていますので、はい、弊社のホームページでも問い合わせていただければご対応いたしますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。最後に、そうですね、ちょっとあのなるべく200キロを超える数値が出ていますので、まあ、物流業者さんもそうですけど、はい、あの工事業者さんとか、はい、荷物を多く積む会社さんにはぴったりだと思うのでぜひよろしくお願いします。わかりました。さあ早速ね、私ちょっと乗り込んでみたんですけど、はいはい、もうね開けた瞬間なんか、うん、もう全然軽自動車の内装じゃないですよこれ。いいでしょもうちょっとねやっぱり国産の軽バンと全然違いますよねレベルが、ね、なるほどなるほど、で、まあ、走り出してみたんですけども、はいはい、まあ、電気自動車だけにね、うん、非常に静かですわ。静かでしょう。スムーズに立ち上がっていきますね。そうなんですよ。でもね、はい、実はこれ量産のバージョン1らしいんですよ。バージョン1、で実はこの後4まで上がっていって、あ、はい、さらに5月にはその上の量産車になってるそうなんですよ。なるほどですね、うん、じゃあ、まあ、試作車ってことですね。そうそう。でもね、あの、まあ、メーカーさん曰く足回りが非常に良くなってるらしいんで、はい、
なるほどね、今乗ってるやつもさらにいいと、うんうん、でもね十分だと思いますよ、ね、これでもね十分ね、うんうん、あのスムーズというかで振動とかもそんなになくて、はいはい、そうですね、このタイヤのロードノイズだけで、ね、うん、非常に良かったですよ、全体が静かなんで、うん、逆にロードノイズがまあ目指すというかね、うん、いうのがあるかもしれませんけど、うん、まあちょっと本当ね量産車に乗ってみたいなっていう気がね本当しましたね。ああこれを乗るとね、うん、で今これ今下り坂下ってるわけなんですけども、はいはいはい、全然もうアクセルとかもねそんなに踏み込むことなく、はいはい、まあ、進んでいきますで、うんうん、ここからあとしばらく行くとですね、まあ、上り坂になるんでちょっとそのあたりです、はい、パワーみたいなって、はい、非常にねあのこれ実はパワフルで、はいはい、いわゆるトルクなんですけど、はい、120Nm あるんですよ。120Nm、うん、で通常の軽バンガソリン車ですね、はいはいはい、これ半分の 60Nm なんですよ。あ、そうなんですね、うん、だから倍あるんですよ、じゃあでも力強さはあると。うん、そうそう、まあ、倍といってもね実際まあ車重もちょっと重いので、うん、まあ、倍ほどじゃないですけ ど、はいはいはい、でもねやっぱりしっかりね静かでかつ力強い。でこれ今上り入ってきたんですけども、はいはい、まあ、全然ね踏み込むこともなくですね、うん、あのパワーも問題ないですが、うんうん、はい、静かですし、ね、静かです、ね、乗り心地も良かったでしょ。あ、良かった良かったです、はい、まあ、シートもね硬すぎず柔らかすぎずと、はい、うん、まあ、軽バンとしてね本当十分だと思いますね、シートにも何か秘密あるんですか。これよく言ってくれ、これ実はねシートにヒーターが入ってるんです。マジですか。お尻の部分だから冬場ね、はい、あのスイッチ入れるとすぐ暖かくなる。うん、いいですね。でしかもねそれエアコンの設定温度を抑えられるので、はいはい、まあ、燃費ですね、 EV でいうところの燃費、はい、これをね量化するっていう効果もあります。あ、そうなんですか、ちなみにこれ燃費っていうのはこれどんなものなんですか。はい、これねメーカーさん曰く、はい、電池 1kW あたり約 7km 走るそうです、はい、それどれぐらいのものなんですか。はい、これね日本で一番売れてる EV って日産さんのリーフなんですけど、それがだいたい6から7キロっていうことなので、あ、じゃあほぼ同じだ、うん、まあ、ほぼ同じですね。だからねベンチャーさんにしては本当あの日産さんと同等のものを作ったということでね本当すごいなと思いますよね。なるほど。いや、まあ、ということでですね、すごいですね。いいでしょ、ナンバーワンですよ。ナンバーワン、はい、なんかね、言っておられましたね、航続距離が実測で209キロいけます。200キロ ほぼ問題ないですよ、ね、全然問題ございません。で最高速度100キロ、100キロでございます。普通ですよ、はいはい、で最大積載量350キロ、はい、これも普通ですよ。もう普通の軽バンと同じです、うん、実際に運転するともう力強さも全然違いますし、全然違います。あと電気自動車ですからやっぱ静かですわ。静か、はい、で、あれじゃやっぱ省エネ性も高いということで、高いです。もう言うことなしですよ。なしでございます。はい、ここら辺はちょっとね、あの皆さん気になられたということで、はい、方がいらっしゃいましたらですね、概要欄にですね、いろいろ URL とか問い合わせ先貼っときますんで、ご覧になっていただきたいと思います。よろしくお願いします。それじゃあ以上、レトロ池田と川瀬でした。ではまた。あー楽しかった。